つぶったら悪いことばっか浮かぶんや。父ちゃん、結末が決まってますからね。駆け置きとかありません。お金に困ってたとかは。これ見ようか。こいつ殺しすぎやろ。父ちゃん、あの原田聡さんですよね。すいません、人違いでした。詰めようかも。君のお父さんは懸賞金目当てで近づいたと。けどなんでその名無に見た男がお父さんのふりして働いてる。世の中には死にたがってる人がたくさんいます。これは殺人じゃありません、人助けです。絶対一緒におると思う。いやもうほんまやめようや、殺されてまうで。あなたは間違ってないと思いますよ。私はいらない人間だから。違う、人間がいらないんです。君は一体誰を探してんの？